アカンスよ村上、打率2割4厘、6本、22打点、OPS717、再来年メジャー挑戦。どうすんねんこれ。メジャー前年に打ちまくって就活頑張ればええから。あれ復活したとか騒いでなかった？もう137打席やっててそれはやばそう。ルーキーだから復活してほしいね。打点22手錠から数えた方が早いからな。もう触れてはいけない人みたいな扱いになっててくさ。あんなに村上に煽られまくってた阪神ファンすら煽り返さないレベル。あえて一度2軍に落としたらええのよ。三冠王補正でゾーン狭くなるのずるいと思う。もう日本でやるモチベーションが上がらなかったとか言いそう。今日横川に軽く遊ばれててほんまにやばいの察したわ。2割超えてからアンチだんまりで草イライラしてるんやろな。村上がメジャー行けなかったら野手で挑戦するやつ5年以上出てこないんちゃうか。前の打者がもっと二塁まで行かないとね。村上の場合は打つ方よりも絶望的に守れないことがやばいからメジャーは無理。 DH で出せるほどの継続した打撃成績でもないし、今思えば山川を WBC に出場させないためだけに去年覚醒したのかもしれない。覚醒があと半年続けばこの悲劇は防げたんやな。ご視聴ありがとうございました。